その瞬間、飛び散っていくガラスを、俺は本当に綺麗だと思った。今、俺はどす黒い自分の血だけでできたベンツに乗って荒野を走っているところだ。行く先は決まってはいないが、今は走ることが心地いいので、それもいいんだろう。ああ、それにしてもいい気分だ。いつまでも心に残り風化されない気持ちの多くは、それを持っていた時の重要さや大切さを思い知ることだと気づいた時、やるせなさと同時にそれを知るだろう。しかし人はいつの世もこうした出来事の積み重ねで生きるということの本質を学んでいくしかないものだろう。愛していた人、愛しかった時間、そして失うべくして生まれたものの数々、自分をも含むそれはただそこにあり、流れもしなければ揺るぎもしない。そして決して淀んだり濁ったり、その原型を崩すことなく、そこに留まっている。いつか人は、いや、すべての物物は、そこに帰るはずであり、そこからしか生まれてこないものが、すべてである。